こんにちは。2023年8月3日です。キリタップ岬に向けて、走っていきます。そこの横の方にはですね、キリタップキャンプ場があります。それからキリタップの展望台があります。この3つがあります。で、キャンプ場の方はですね、6月1日からですね、10月10日までということになってます。ちょっと開催期間が遅いですね。まあこんなもんかもしれない。早いか遅いか、まあ、早いかもしれませんね。まあ7月1日とかありますか、まあ、6月10日、10日から5月、あ、10月10日までということです。で、受付の予約開始は5月19日から予約を受け付けますよということです。バンガローが1760円です。チェックインは14時から19時まで、チェックアウトは10時ということです。それからテント泊、宿泊は無料ですね。テント無料で利用できます。バンガローだけ有料というふうになってます。バンガローの場合は電話で予約が必要ということです。テント泊の場合、テント泊、それから車中泊ですね、これ無料なんですが、予約は不要だということです。24時間トイレが利用できます。近くの方には、キリタップ温泉ゆららがあります。10時から17時まで、対応しています。確か600円だったと思いますが、ここに以前入ったことがあります。それからキリタップのその駐車場がありまして、そこから歩いていくんですけども、キリタップの灯台の方まで歩いていくことができます。私は行きませんでした。結構長いですよ。アップダウンがあってですね、300メーターか400メーターあったと思いますが、まあ行ったところでちょっと断崖絶壁でおっかないなと思いまして、私の場合は、行きませんでした。まあ、よろしければこのキリタップの岬灯台までですね、歩いていけますんで、まあ結構いい風景でないかなというふうに思います。それからこのキャンプ場はですね、車中泊バイキングが可能ですね。まあいろんなブログで皆さん書いてるところがございますので、そこで見ていただければ、詳しいことが分かるんじゃないかと思います。キリタップという名前だけのことありまして、まあ霧がありますね。今回は天気良かったんでかなり見晴らし良かったですね。まあ後の方で動画が出てまいりますが、かなりの車が止まってました。オートバイもいました。まあ無料ですからね。まあここまで来たら、まあ釧路に来たらキリタップ岬だということで、このキャンプ場に皆さん泊まってるんじゃないかと思いますが、結構密の状態ですね。駐車場はほぼ満車ですね。まあもう一つ離れた時、もうちょっと、50メートル離れた時もう一つあるんですから、まあそちらの方に泊めていただければ十分、泊まることができるかなというふうに思います。バンガローが結構ありますね。10個ぐらいあったでしょうか。フィールドの方はまあ若干斜めになってますが、リアカートがありますので十分ここで張ることができます。バーベキュースペースもあります。何も無料だというですね、がいいです。それから見晴らしがいいです。遠くまで見渡すことができます。まあ、皆さんなんかお話しながらいましたね。ということは結構常連の方がたくさんここに集まってきてるんじゃないかなというふうに、思います。まあ、キリタップ正式名称は東仏岬っていうんですね。標高は40メーターから60メーターの断崖というふうになってます。アザラシも見ることができるということです。団体で使えるバーベキュースペースがありますね。なんかここは閉まってたような気しましたね。フリーのバーベキュースペースは空いてたんですが、まあ、管理棟があります。まあ、管理員さんがいらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますが、まあ、結構オートバイがたくさん、ライダーの方が利用されているような、キャンプ場です。これから少し、500メーターぐらいですかね、離れたところに、キリタップ岬の、展望台があります。そちらの方にも24時間トイレ、そして駐車スペースがあります。キャンピングカーが3台ですかね、止まってました。普通の車も止まってました。そこで車中泊するんであれば、そちらの展望台の方で、静かに、車間距離を置きながらですね、車中泊できるんじゃないかなというふうに思います。展望台で言いましてもですね、ここだけは十分見晴らしいいんですよ。あえて登るとこあったでしょうかね、台があったでしょうか、あったような気がしますが、まあちょっと車でそうでぐるっと回って U ターンして、車中泊の車が止まってるなということを見てまいりました。
トイレもありますので利用できます。まあ、テントを張ることはここはできないと思いますね。テントはあくまでもキャンプスペース、キャンプ場でテントを張るということですが、車中泊はこのスペースでやっていいよというふうになってますので、ここで、車中泊されるのはいいんじゃないかなというふうに思います。近くにはコンビニがありません。温泉施設があるだけですので、まあ、近くの街の中でいろんな食材を買われてこちらの方に来られるのがいいんじゃないかなというふうに、思います。まあ、ここに来てゆっくり、キリタップの北海道の夏を満喫されて、帰られるのがいいんじゃないかなと思います。私の場合はここに本当は泊まって、一回も泊まったことないんですよ。車中泊一回車中泊してみようかなと思いまして、今度来た時には、その展望スペースの方ですね、そちらの方で、車中泊しようかなというふうに、思います。多分風は強いんじゃないかなと思いますね。まあ、夜の場合は夜になりますと急激に温度が下がってくるかもしれません。今の時期ですと日中と夜の温度差がかなり、激しくなります。ですので暑いからといって薄着していって寝ると、夜寒いぞということになりますので、その辺は十分気をつけて、過ごされるのがいいんじゃないかなというふうに思います。私の方は、これからですね、厚岸ですね、厚岸グルメセンターですかね、そちらの方に向かって走っていきます。まあ途中ですね、まあ、あのキャンプ場とかもあるんですが、何回も見てるんで、今回はあの海沿いですね、海沿いのあのくね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 して道、それから林の中ですね走っていきます。正規の国道44号線は通りません。このキリタップからですね、ずっと海岸線の道を走っていきます。浜中そういうかずっと通って、小糸井、キャンプ場ですか、そこを過ぎて厚岸グルメパークの方に、走っていきます。今日はどこで、泊まりましょうか。泊まりませんね、まだ走りますよね。そうですね、あ違うな、あそっか、根室で泊まって、それから次の日こう来てるんだから、今日まだまだ走りますね。で、もう結構な距離走ってくるとですね、頭ボケてきますね。で、何を喋ろうかと考えて、おトイレ作業やってると、あ、今日はいつなんだ、今何時なんだっていうのが全然わからないのが、とりあえず、厚岸グルメパークで、一休みということです。それで、走っていこうかなというふうに思います。まあ、この厚岸湾結構牡蠣ですかね、貝の牡蠣、そっちの方が美味しいところで、確か、中でこう料理できますよね。買うんですよね、水産会社から。で買って調理できるような施設がありまして、そこで、調理しながら、まあ、焼きながらですね、食べます。まあ、気をつけないと爆発するんですよね。牡蠣そのままの貝殻のままでやるとバーンとすごい爆発しますんで、それはおっかないですから、ちょっと穴開けるか、ちょっと横でほじってエアを抜くような形にしないとですね、食べれませんが、なかなか美味しいんじゃないかと思います。牡蠣には生で食べれる牡蠣と、こう焼いて食べる牡蠣、この2種類がありますんで、それを気をつけられて、多分ここは焼いてる、まあ、生でも食べれるんですがね、もう毒があるんですよね。近海で取れたやつとちょっと沖で取れたやつで、毒の量が違いますんで、それで生で食べれるか焼くかということが、決まるみたいなんですが、ここで美味しいグルメをいただけるんじゃないかなというふうに思います。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。よろしければチャンネル登録の方もお願いいたします。失礼いたします。